キアシヒタキは、スズメモクオーストラリアヒタキ科に属する鳥類の一種で、ある。本種は、オーストラリア東部の固有種であり、その自然の生息場所は、亜熱帯内脂熱帯の湿性低地林である。東部は、灰色で、上面が、オリーブ色であり、喉は白く、仮面が、黄色の目立たない鳥である。死遊同色ニ亜種が認められており、クイーンズランド州北部に分布する。 t c ナナンは小さく、クイーンズランド州南東部及びニューサウスウェールズ州北東部で稀に見られる元アシュ、TC コピートの方が大きい。本種は虫植生である。キアシヒタキは1854年に鳥類学者ジョン・グールドにより初めて記載された。長年にわたり本種はハゴロム及び巣や生態に基づき、他のキバラヒタキ類と共に、 キバラヒタキ族オソルトリアに分類された。その他、スダチヒナの羽衣の類似によりマミジロヒタキ族、ポシラドレアスにも置かれた。しかしながら、本種及び、同類のカオジロキアシヒタキの双方に最も、禁煙であるものは明らかになっておらず、そのため、1912年に、グレゴリー・マシューズが初めて起こした、独自の小さな族のキアシヒタキ族トレジェルナに置かれている。 英名は、ペイル・イエロー・ロビンであるが、すべてのオーストラリア・ヒタキ類と同様、ヒタキ科のヨーロッパコマドリもしくは、ツグミ科のコマツグミのどちらにも禁煙関係はなく、本種は、宝石鳥類や、オーストラリアムシイミツス水類並びにカラス類など多くの熱帯や、オーストラリアのスズメモクからなるカラスコモクコービダに属する。本種の一般的な別名としては、 ラージヘデットロビン及びペイルロビンがある。クイーンズランド州北部全長約13センチメートル、体重15から18グラム。死有動色。地味な外観の鳥であり、上面はオリーブ緑色で、頭部から後首にかけては灰色。翼は及び尾は褐色味を帯びる。喉は白く、目先は南の足が開白色で、北の足は高褐色である。 胸や腹は黄色。足は、いだ々色で、光彩は、暗褐色。くちばしは黒くて細く、くちばし長およそ1.5センチメートル。幼鳥は、赤褐色で頭部に淡い縦縞がある。東木原ひたきに似るが、東木原ひたきは足が黒色で、やや大きいことから識別できる。木足ひたきは、 クイーンズランド州北部のアモス山からパルマにかけてとサンシャインコーストのクールウラからニューサウスウェールズ州のバーリントントップス国立公園にかけて生息する。本種はタウリン内市密集したユーカリ林、とりわけローヤーバインの生える場所を好む。キアシヒタキはディスプレイ内市自分の領域を防御するときに震わせた鳴き声を発する。樹上性の鳥で 主に食中性であるが、種子を捕食することもある。素材及び映像場,場所として、棘のある、ローヤーバインないし低い若木を使う。苔、木の皮、葉と共に草、細根、蜘蛛の巣で、湾形の巣を作り、その巣は、高さ10メートル以内にあるが、かなり低いことも多い。繁殖期は7から12月で、1回、または時に2回繁殖する。 一服二個の二十十六ミリメートルとなる楕円形の卵を産む。卵は単緑色に褐色の反転がある。ありがとうございます。